日本勢が続きます。場内に浅田真央が紹介されました。浅田真央にとってのグランプリシリーズは今週この試合が最後ということになります。この大会に勝って、そしてグランプリファイナル進出を決めて、その後はあくまでオリンピックの金メダルを目指して腰を落ち着けての練習に取り組む、これがタラソワ浅田真央の計画でもありますが、先週キム・ヨナにつけられた36点の大差、この差を縮めるには今週のロシア大会大きな意味を持っています。さあ、浅田真央の強さを改めてこのショートプログラムから見せることができるか。浅田真央のショートプログラム仮面舞踏会が始まりました。テーマはこのショートプログラムをしっかり滑ること、そう話していましたが、その大きなポイントのトリプルアクセル、大きな目標の中での最大の山でした。トリプルアクセル浅田真央失敗。トリプルフリップ、今どんな気持ちで滑ってるのかちょっと心配です。そうですね、この後のダブルアクセルをどうするか、はい、なるほど。今度もう一度トリプルアクセルに挑戦するチャンスとしては、ダブルアクセルを失敗したということに、最初のトリプルアクセルをしてしまえば、はい、トリプルのコンビネーションをするチャンスはあるんですね。そこあまり迷わないで考えずに行った方がいいかもしれないですね。予定されているダブルアクセルはこのスパイラルの後ですが、そういうチャレンジをしてくるかどうか浅田真央。2試合ともショートプログラムでのトリプルアクセル成功はありませんでした。フランス大会の時の失敗は完全に気持ちがすくんでしまったような、はい、後ろに少しやはり残ったような失敗の仕方だったので、今回思いっきり前に突っ込んでいったんですけれども、逆に体だけが突っ込んでしまって、ちょっとタイミングが合いませんでしたね。でしたので途中で開いてしまうっていう、そんな失敗の仕方だったんですけれども、やはり点数を取るためと思ったら、もしかしたらダブルアクセル最後を変更するという作戦もあったかもしれないんですけれども、そこでもし動揺して失敗してしまったら、もっと大きな減点になってしまいますので、動揺しないで安全策でいきましたね、はい、前回ですとシングルアクセルになった後にコンビネーションをつけてしまいましたので、それは不可能だったんですけれども、今回もコンビネーションに完全にこれしませんでしたので、はい、ちょっと開いてしまって降りてきてしまったものをダブルアクセルの失敗ということにもできたんですけどもね、その後にも
浅田真央の見せ場というのはいくつもありますし、はい、こういったスパイラルですとか、はい、本当にスピン、ステップなんていう部分では非常に丁寧にこなしていましたので点数になると思うんですけれども、ですからこの後まあ得点が発表になりますが、おそらくあのトリプルアクセルの失敗があっても上位につけることは間違いないと思います。ただし本人の気持ちが、そうですね、あの最初の一本にかけていたと思うだけにね、あとやはり女子で言えばトリプルからのコンビネーションって非常に大きな点数を占めますので、はい、それがどこまで、なるほど、響いてくる可能性もあるということですね。そうですね、失敗ではありますが、はい、コンビネーションジャンプがないということになってしまいますので、はい、先週もフリーでは1本目のトリプルアクセルを決めてきました。とにかく今回の目標はショートプログラム、しかもその中での最初のトリプルアクセル、これを大きなテーマにしていただけに、その失敗は、まあ、正直にこの表情にも表れています。はい、ただ毎シーズンやはりシーズン序盤のショートプログラムではこういったシーン、悩むシーン見られていますので、はい、だんだん調子を上げていってくれればいいなというふうに思います。まあ、そしてもちろん明日フリーも残されています。浅田真央にとってはこの初戦フランス大会、2戦このロシア大会、ここでグランプリシリーズの戦いが終わります。さあ得点を待ちます。現在のトップはシェベスチェン 57.94、 その後にアリッサ・シズニーが続いています。安藤美希は現在第3位。しかし、まあ、トップのシェベスチェンから3位の安藤美希まではわずかに 0.76 差。浅田真央は最終滑走どのあたりにつけることになるんでしょうか。気になる得点が出ます。技術点は 24.10、 演技構成点では 28.84 という得点でしたが、ショートプログラムの得点は 51.94。 フリップもダウングレードされた可能性がありますね。ややスロースターターの浅田真央ですが、このグランプリシリーズ第2戦ロシア大会は出遅れる形でのスタート、12人のうちの6位という状況で明日フリーでの巻き返しを狙うことになりました。12人の選手すべてが滑り終わりました。今悔しさとそして悲しさ、何かそれをすべてこらえたような表情で呆然と遠くを見つめています浅田真央です。ショートプログラムを終わってトップはシェベスチェン、その後にアメリカシズニー、安藤美希が第3位、そして浅田真央が6位につけました。浅田とトップとの差は6点差、安藤美希3位とのトップとの差はわずかに 0.76 という差。明日は一体どんな展開になるんでしょうか。